ろいろとその町の歌を歌ったりなんかしておりますが、昔、ちょいと歩いてごらんじゃんじゃん町あたりなんていうのを作りました。これがいやいやあのいや作りましたが、ね、あれはだいたいちょいと歩いてごらんじゃんじゃん町あたりうんてじいだうんてこういう感じなんですけど、でこれは全然はいはいえあ、じゃんじゃん町、OK じゃんじゃん町あたりちょっと待って、その前に最近作りました上野町という歌をご紹介しよう。これを作りまして、名古屋かなんかでコンサートやったりして雇ったんですけども、シングル版が出ましてね、そしたらあれ三重県の伊賀上野なんですけど、あちらの市長さんから礼状をいただきましてありがとうと、うれちいよと書いたんです。市長もだいたい僕らも同じ字を書きますね。もっと違う字を書くんやないかと、もう暗号みたいなの来るんやないかと、やっぱりちゃんと日本語でピシッと大きにと書いたんです。で喜んでもらいまして、ね、あらそんなもんかな、これはそんなに喜んでもらえないんだったら町の歌ばっかり作ろうかな、もうそこらの町内会の歌からみんな作ってもらおう思ったんですけども、じゃんじゃん町の方は作ったんですが全然何にも言うてこあんだけ悪口言うとあかんやろと思うんですけど、僕が演奏会でその伊賀上野市へ生まれて初めて参りまして、で見た風景、その模様をそのままにして歌にしたんですが、とにかくのんびりした静かな町です。特にといってそんな何もないんです。でキャバレーがあるわけではなし、もう何にも大したもんないです。だからもうしょうもないとこですけど、いやいやそうやないね、そうやなしに町と比べたらそうやけども、のんびりした静かな田園がこう豊かにありまして、で、なだらかな山があって、で本当にもう動くわけがないような電車が走ったの方、僕はそこチンチン電車と言ってますが、これ一応褒めて言ってるのチン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 電車っていうのは そういう形があるの。これはもうとにかくよう動くなって、でそれに乗り換えますでしょ、伊賀神戸って乗り換えてパッと座って出発チンチンなんかダングッダングッダンって言ったらパッと止まるわけ。あれ故障かな、事故でも起こったかな、やっぱり田舎のあれでも起こるんやなと思って駅ですわほんで後ろ見たらさっきの駅見えたんねんそんなアホな、もう冗談多いんやないかと思うんですけども、で街を歩いていますと芭蕉生誕の地であるとかね、お城があったりとかいろいろします。で忍者屋敷なんかありまして、これがもう何とも言えんですね、やっぱ行くでしょ、そうするとおじさんが本当に忍者の格好してんのよ考えられへんけど、ね、肩反射してね、それで本当にで忍者のこの屋敷を説明してこう回転ドアとかそのいろいろね隠れ方とかいろいろやってはる、実演してはるわけ。ほんでもうおじいさんなんですけど、で例えばこの壁から消えますって言われる、消えるもんやったらいっぺん消えてみんやと見とったろやないかと、ほんだらドアがこう壁がこななるだけな、ひっくり返るだけな、でそれをパッとこうポンとやってくるっとひっくり返って向こうでパッとこうしてはるねんね、で壁の向こうの方で消えたでしょとかこう言ったらなんやもうアホらしい感じでね、えらい抹茶な思ってほんまに、でそれまあ一回でやめときゃいいのにこうビャッとこうやったら年やから足腰弱いから失敗して挟まれたりなんかして面白いもんですけど、そんな感想別に、誰かのためにっていうんじゃなくて、僕が参りました感想を歌にしたんですが、レコードでツンチャンチャンチャンチンチャンっていうのと違ってちょっとのんびり歌っています。あ、かわいそう私が訪ねた上野町、忍者屋敷の上野町、小さなお城の伊賀の町、静かな暮らしの
上の町、アクア町かや町広小路、もう少し揺られて上の町、畑仕事のおかみさん、稲焼く子守の白け煙、居眠り親父はリヤカーで、私のふるさと残します。ちんちん電車は満員で、学校帰りの高校生、昔は走った岡城記、ヘアピンかわいいセーラー服、桑町かや町広小路、もう少し揺られて上野町、赤城屋の辻なら待ち合わせ、あの子と歩いた赤ずま茶屋、小さなお城の伊賀の町、静かな暮らしの上の町、アクア町かや町広小路、もう少し揺られて上の町、もう少し揺られて上の町。